皆さんこんばんは、激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。いや最近ですね、このスーツスタイルがなんとも受けがいい。まあもともと変な格好してたからね、そんな最悪なね印象な上に急にスーツ着だしたらね、普通の格好してるだけなのにね、まあ好印象でね。まあさておき、今日はですね、今日は自衛隊シリーズです。イエーイ、自衛隊シリーズです。まあ受けがいいですね。自衛官の方見てますか、お疲れ様です。今日はですね、まあタイトルにもあると思うんですけれども、脱柵とか無断欠勤したらどうなるかっていうことをちょっとお話ししていきたいと思います。まあ僕はその18歳から20歳まで自衛隊だったんですけれども、基本的に独身者とある一定の階級もしくは年齢を重ねないと駐屯地外で生活はできないと。だからその駐屯地内で書かれた寮に住まなきゃいけないんですよ。じゃあなんで逃げ出すか、まあそれぞれのケースがいろいろあるんですけれども、訓練がきついっていうのが大きなところじゃないですか。やっぱりね、腕立てわっしょいとかね、こんなこととかね、うおー重い荷物背負って50キロ更新するとかね、そういう訓練をね繰り返してるとね、まあちょっと精神的に耐えられない人もいるんじゃないですか。あとは生活環境になれない方、その寮に住んでると集団生活ですから、3、4人部屋とか、教育中は10人部屋の部屋とかで、結構そのね集団生活になれないとなかなかね、それもきついですよ。大人部屋ですからね、まあプライベートもクソもないんじゃないですか。それでちょっとストレスを感じてしまって、あ、脱柵しちゃおう。で結構その脱柵する人って勤続年数が若い方、教育中に脱柵したとか帰ってこないとかいう人が多いです。結構若い隊員に多いです。じゃあね、そうやって思い詰めてしまった、あーもう無理だ、こっから出たいと、脱柵しちゃおうという風になった場合、まあどうするかっつったら、まあ多分結構大きく分けて二通りになると思うんですよ。脱柵なんですけども、基本的にその駐屯地、まあ駐屯地の中に寮があるんですけれども、その駐屯地内って塀に囲まれてるんですよ。こういうなんかブロック塀、厚い石の壁に、さらに上にこの鉄条網がブワーってこう張り巡らされて、カメラもついてますし、あとセンサーですね。なんかそこに人がパッとこのセンサーを遮るとビビ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 ッつってすぐ反応しちゃうんで、まあバレますよ。ミッションインポッシブルですからね。プリズンブレイクですよ、完全に。で本当にそこですり抜けられたらもうルパンにでもなれるんじゃないかと。フジコちゃん、まあ違うんで、まあ藤子ちゃんはいないんですけれども、脱柵をするっていう時間帯って結構夜中の時間が多いんですよね。まあ深夜2時とか深夜3時とか、もうみんなが寝静まったところでこうやってガチャって開けて、そろ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 と塀を乗り越えてそのまま脱柵しちゃうっていうのが脱柵です。まあでも脱柵はあんまりないですかね。まあ、結構リスク大きいですからね。もう防犯カメラにもろ映りしちゃいますから、これあんまりこう稀なケースだと思います。結構ね、メンタル強いと思いますよ。あとは結構多いのが、その休日にそのまんま外に遊び行くじゃないですか。遊びに行って、まあ、おのおのの休日を過ごして、本当だったらまあ帰ってくるんですけれども、そのまま帰らないでどっか行っちゃうとか。一番多いパターンがゴールデンウィークとか年末年始の大型連休の後に、あれ戻ってこないっていう人が多いです。まあ、閉ざされたね、こう空間でまあ開放的に、いやー休みな、楽しいなーって言ってこう休みを満喫してると、まあそろそろさ駐屯地に戻んなきゃいけないとね、そわそわしてくるわけですよ。はあ、またあの訓練が待ってるぞ、はあどうしよう、帰らなくていいかとか、まあ思っちゃうんですよ。ノイローゼになっちゃってるんですか。まあ半分打つの手前じゃないですか。まあ休み気分のまんま、イエーイ夏休みだーっつって勝手にね夏休みをね延長しちゃってね、まあ所在不明隊になっちゃうわけですよ。でまあその次の話ですね。まあ今言ったその脱柵して、あとはね帰ってこなかったいう隊員はどういう扱いになる。まあその後ですよね。まあね脱柵成功した、オッケーで安心はできないですよ。もうこっからですよ。こっからリアル鬼ごっこが始まるわけですよ。脱柵したとか無断欠勤した人っていうのは所在不明隊員という扱いになります。どうなるかっていうと、捜索隊が派遣されます。捜索隊っていうのは警務隊って言って、自衛隊内の警察みたいなものがあるんですよ。警務隊っていうまあ部隊の人が、探しに行ったりとか、あとはね同じ職場の隊員の方が目星つけていろんなとこ探しに行くんですよ。でこれがえげつないですよね。実家とかはね、まあ友人とかもう手当たりしてどこだどこだ、ね、クソ
草むらとかいないから、匂うぞ匂うぞとね、もう手当たり次第探すんですよ。これは逃げられないぞ。もう本当にだからもう全国各地でつつうらうら探しまくるわけですよ。もう無人島でも行かない限り逃げられないですよ。本当に徹底的に探されますからね。これこそミッションインポッシブルですからね。そうやって捜索するにも費用がかかるわけですよね。電車賃とかね、車のガソリンとか昼飯代とかもかかりますからね。そういったかかった経費に関してはその所在不明隊員にちゃんと請求されます。捕まってね、あーごめんなさい、もうしませんで終わりじゃないんですよ。ちゃんとね、このお金が発生するわけですよ。お金が、まあね、逃げ切れる隊員とかいるんですかね。まあ僕はその聞いたことないんですけれども、じゃあ見つかったらどういう処分受けちゃうのかなと。停職とか謹慎とかあると思うんですけど、まあ大体その謹慎3日とか停職2週間とか、まあね、まあそういう処分になりますよ。これが常習犯だったらまたちょっと重い処分になったりとかしますし、そうね、思い詰める前にね、まあ誰かに相談するなり、ね、同期の隊に、ね、一緒に脱獄しないじゃなくて ね、気持ちは分かりますよ、やっぱりね、本当に。まあでもね、それは正直に言うべきですよね。上司でもいいですし、同期の隊員でもいいですし、やっぱ相談することがいいですよ、ね、そこは正直に言った方がいいですよ。もうちょっときついですとね、そしたらね、言ってくれますよ、上司は。うん、そうか、じゃあお前は今日で終わりだ、お疲れさん、言わないか、ね、私もね、なんだかんだね、自衛隊っていうのもありますし、相談も乗りますし、ね、こういろいろこう思うことあるかもしれないんですけども、もし脱策したいという自衛隊員の方がいらっしゃったら、ぜひ声かけてください。それをネタにね、ジョニーがこうやってね、カメラ回してね、こうやってネタでこう撮るんで。え、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとり、ねっとりボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK、 もっと